西之表市の占拠が始まり、結果によっては馬毛島の基地計画にも影響を与えると見られているよ。中国の脅威を考えると待ったなしの案件だし、今更反対なんてつべこべ言わせず、さっさと進めろという過激な意見もあるようだな。さて今回は馬毛島基地計画の反対派や賛成派について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年8月6日、防衛省がアメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市にある、馬毛島に整備する港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したことが話題になったよ。これまで公表していた滑走路や島内施設に加え、出雲型護衛艦などが入港できる仮設桟橋3本などがある、大規模艦船係留施設の建設が新たに加えられていたためだね。この馬毛島は種ヶ島の西方 12km にあり面積 8.2km2、周囲 16.5km の低地で平らな無人島ですが、2005年平成17年の国勢調査によると、ダストンエアポート社という企業当時は馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっているんだ。その後、2007年頃からアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機による陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP フィールドカーリアーランディングプラクティスの候補地として上がるようになったな。そして2010年、防衛省は馬毛島を自衛隊施設として使うことを想定し、滑走路整備による航空基地としてだけでなく、上陸演習場事前集積拠点としての利用、災害派遣時の物資集積場としての使用計画を立案し、種ヶ島などで地元説明会を開催したぜ。聞くところによれば、2011年平成23年には馬毛島開発のオーナー問題やダストンエアポート社による滑走路建設などの事業が原因で様々なトラブルが発生していたんだけど、日本政府が間に入って、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として日米安全保障協議委員会にプラス2の公文書に表記し、2018年平成30年には防衛省が馬毛島を海上航空用自衛隊の拠点として活用する方針を発表したんだ。この間、東日本大震災という最大の天災や民主党から再び、自民党へ政権交代があったが、この件については問題なく継続していたということだな。2プラス2の方針では出雲型護衛艦に艦載する予定で宮崎県のニュータバル基地に配備される F-35B 戦闘機の離発着訓練に利用し、さらに海上自衛隊鹿屋基地の P-3C や航空自衛隊ニュータバル基地の F-15J を展開させるほか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を有事に分散配備する先として利用することなどが盛り込まれていたよ。住民からすれば騒音計画とも言えるようなものだったわけだ。防衛省は当初の計画通り、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも利用するため、航空自衛隊の F-15J 戦闘機を使用して FCLP で使用する空路近辺での騒音測定を2021年5月に行って、その測定結果を公表し、各自治体に対して説明も実施したんだけど、住民の多くを占める高齢者の方々がその内容を理解したとは到底思えないんだよね。種ヶ島の西之表市では2021年1月の市長選挙で基地整備に反対する矢板氏がわずか144票差で当選したよ。今後の馬毛島基地計画の推進を懸念する声が上がったんだけど、西之表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しているから、この先については、市長と反対派の市議 VS 推進派の動きが注目されるところだろうね。すでに種ヶ島島内の3市町村の中で、中種町と南種町は町民も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているぜ。現在防衛省では陸海空それぞれが、馬毛島での各種訓練計画を立案し、150から200名の隊員を常駐させる予定になっているらしい。そのため種ヶ島に宿舎を建設して、家族を帯同させ、保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種ヶ島の宿舎から定期船などで通勤することになるみたい。この移設によって過疎化が進む種ヶ島2000人近い若い世代の人口が増えると見込まれるんだって。それは地域の活性化には望ましいことだし、必
地や宿舎で消費される食料品や生活必需品は地元で購入することになるはずだから、島内経済の活性化にも大きく貢献すると期待する意見があるよ。そういったことを判断して、種子島全体としては自衛隊施設整備を歓迎していると見る向きが多いのは当然かもしれないな。2021年8月6日に防衛省が発表した馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、島の東側の海岸線に3本の桟橋などの艦船の係留施設設置計画が記載されていることだな。これによって19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲型護衛艦の接岸入港が可能になるものとみられるよ。その係留施設は桟橋の他に、防波堤や小波堤が建設される予定で、大量の物資搬入や人員や燃料の海上輸送には、必要不可欠なのだが、これらが沖合1300メートルまで延長されるということに漁業への影響が懸念されるわけだ。工事資材などの運び込みのために3本の仮設桟橋が設置される予定で、内訳は500メートル級が1本、700メートル級が2本ですが、これらは当然ながら工事終了後に撤去される予定だぜ。イメージ図には他にも滑走路に沿って駐機場スペースと関連施設、管制塔などの飛行場支援施設、訓練施設基地要員と訓練人員の生活スペース含むなど以外にも、航空機格納庫、燃焼弾薬庫、揚陸施設なども配置されていて、万が一の有事にもいつでも対応可能というくらい整っているという人もいるらしい。冒頭でも述べた通り、馬毛島はもともとアメリカ海軍空母の FCLP が行われる施設として利用する目的の場所だったんだ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港しているんだけど、その間艦載機パイロットは空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP の実施が義務付けられているみたい。平時の場合、年に1回または2回の訓練を5月か8月に実施しているようだな。FCLP について説明すると、空母出航直前に集中して実行するもので、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練だね。ネックになるので夜間離着陸訓練 NLP で騒音問題が発生しているんだ。当初は横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地としていたため、横田基地などと併用で実施されていたが、騒音問題によって1991年平成3年8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で実施している現状ってわけだ。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは 1000km もの距離があり、アメリカ海軍パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大への懸念からアメリカ側は不満を持っていて、2017年に空母艦載機が山口県の岩国基地に移転してからもこの近辺での FCLP 実施を要望していたということらしい。距離の問題だけでなく、硫黄島には現在も活火山があるので地面の隆起が激しく、滑走路や施設の補修に手間と経費がかかるんだよね。だからこそアメリカ海軍は岩国基地より近い馬毛島での FCLP を期待しているわけ。馬毛島の面積の 99.6% はすでに国が購入済みのようで、残りわずかな部分は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、西之表市が所有しているぜ。この私有地を焼いた西之表市長などの反対派が拠り所にしているし、島内の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えるなどして自衛隊施設建設を拒絶すると思われるな。しかし、基地賛成派からすれば、種が島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の意を表しているから、この反対は大きな障害にはならないだろうと見ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ようやく F3 戦闘機の輸出に対する公明党との合意が成立したね。これに伴い、15カ国限定での輸出が開始され3月26日に閣議決定されたな。今回は15カ国輸出を可能とした次期戦闘機の話と日本の戦闘機配備の行く末を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
日本、イギリス、イタリアとの共同開発が進められている次期戦闘機 F3 を、防衛装備移転三原則に則って行われる。第三国への輸出について、自民党と公明党の間で同意が得られていなかったんだけど、次期戦闘機については輸出先を国連憲章に沿った移転協定などを結んだ国のみとすることを柱として検討することで、これまで輸出に難色を示していた公明党が要求していた歯止め策として提示したことで合意を得たよ。そして、2024年3月15日に自民党の都会政調会長と公明党の高木政調会長が会談をして、公明党側が歯止めを設けることで輸出を容認する合意が得られたことを表明し、両政調会長は私たち与党の方も、こうやって合意をしたからには説明責任を負うということで、しっかりとした説明を自民党と公明党で国民の皆様方にして参りたいと述べたんだ。この政府与党の合意によって3月26日に閣議を開き、第三国への次期戦闘機の輸出を容認する方向性を閣議決定で示し、国家安全保障会議 NSC を招集して、正式に次期戦闘機における防衛装備品移転三原則の運用指針を改正したね。この運用指針によって次期戦闘機の輸出ができるようになったのは、日本が国連憲章に沿って防衛装備品の移転協定をすでに交わしている。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、アラブ首長国連邦 UAE の合計15カ国だな。政府ではイギリスとイタリアを除く、これら15カ国から次期戦闘機導入の打診があった場合、戦争や紛争の当事国でないことを条件ではあるが、個別に与党間で協議を実施した上で閣議決定により承認していく方針が打ち出されたぜ。具体的に説明すると、厳格な意思決定のプロセスを進めるために政府が輸出を可能とする場合に加え、実際に戦闘機を第三国に輸出する際にも閣議決定するほか、この方針の対象は次期戦闘機だけに限られ、輸出先を前とした15カ国に絞るとともに戦闘が行われている国には輸出しないというものだね。さらに今後、新たに日本と移転協定を交わした国への輸出も可能になる予定であり、これによってイギリスとイタリアが抱いていた次期戦闘機共同開発に対する悪影響への懸念が払拭されるんじゃないかな。また、自民党内においても日本政府が次期戦闘機の輸出を拒んだ場合には、日本が提供する最新技術が見返りなく奪われるだけでなく、将来の他国間における防衛政策に大きな禍根を残すことになる、と指摘されていたが、歯止めがつけられたものの輸出への道が開けたことで安堵する声が広がっているらしい。これに対して野党からは15カ国に絞ったと言っても新たに協定を結ぶことで輸出国を増やすことは可能であり何の歯止めにもならないだろう。戦闘が行われている国には輸出しないというが、輸出後に戦闘が行われたケースはいくらでもあり、これもまた歯止めにはならない、と指摘されており、今後も政府と自民公明両党は国民に対する丁寧な説明が必要だろうな。次期戦闘機の開発は、共同開発機関が今年の秋頃までに発足される方向で最終調整に入っているけど、本部はイギリスに置かれて組織のトップは3カ国から交代で就任することが決まっていて、最初のトップには日本人が就任する方向で進められているみたい。2024年12月9日に日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府から、次期戦闘機の開発においては、グローバル戦闘航空プログラム GCAP と称されるプロジェクトが立ち上げられ、これまで日本が進めていた。次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア及びスウェーデンの間でユーロファイタータイフーンの後継機として、共同開発が進められていた BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、共通の戦闘機を共同開発することが発表されたよ。現時点でスウェーデンは共同開発計画には参加していないけど、この GCAP に各国から参画する日本企業として、次期戦闘機開発計画においてもともと契約の主幹であった三菱重工が新たに主契約者となって機体を担当することになったほか、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することが決定したんだ。また、イギリスから参画する企業として、機体については BAE システムズ、
エンジンはロールスロイス。電子機器はイタリアのレオナルド S。プ。A のイギリス法人がそれぞれ担当することになったぜ。一方でイタリアからはレオナルド S。プ。A とアビオエアロが開発に参加するほか、次期戦闘機用のミサイル開発として、イギリスに本社を置くヨーロッパの武器製造企業である MBDA も参加する予定だな。さらに日本、イギリス、イタリア各国政府から、前途した GCAP を推進させるための政府間組織を、今年の秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと報じられていたが、その共同開発を管理するために、設立されることになった国際機関 GIGO の設立条約が、昨年末に署名されたことが各国政府から発表されたようだ。GIGO は本部をイギリスに置き、当初の組織のトップには日本人が就任する方向で調整しており、2024年内に正式合意する見通しとされているよ。また、次期戦闘機開発の中核となる日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズに加えてイタリアの、レオナルド S。プ。A も、この GIGO からの指示に基づいて機体の設計や製造などを担う、共同企業体 JV を立ち上げるらしく、この JV も本部機能はイギリスに置かれ、こちらの初代トップにはイタリア人が就任する方向で進められているね。なお、GIGO と JV それぞれのトップについても、数年ごとに参加国が交代で務めることになっているぜ。今回 GIGO や各国企業による JV に関する組織トップの持ち回りなど、表向きは参加国のバランスを取った形となっているものの、両組織の本部がイギリスに置かれたことについて、これまで日本政府が次期戦闘機開発において掲げていた、日本主導の開発という大きな理念が後退する可能性があると指摘されているね。3年ごとにトップが交代しても本部がイギリスにあるため開発の主導権をイギリスに握られるのではないかと、懸念を示す軍事評論家も出てきているが、これまでの戦闘機開発の経験から見て、三国の主幹企業の中で、ノウハウが最も集積されているのは BAE システムズであるので仕方のない気もするよ。今後、GIGO では機体設計に求められる要求項目などを整理し、JV に設計や製造などを発注する運びとなり、防衛省は来年度予算の概算要求の中に共同開発機関の運営拠出金を計上し、イギリスとイタリアも同程度の金額をそれぞれ負担する方向で調整しているみたい。また、次期戦闘機における各国の要求が違ってくる可能性があることを指摘する声が一部の軍人評論家から上がっていて、空自における次期戦闘機の位置づけが F2 戦闘機の後継であるとすれば対艦攻撃能力が必要となるが、共同開発で作られる次期戦闘機にそれが盛り込まれるかは不透明らしい。しかし、このことについては仮に次期戦闘機が空戦能力重視の制空戦闘機であったとしても、空自が現在納入を進めているアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F35 ライトニング2が、制空戦闘のみならず対地対艦攻撃も兼ね備えられている多用途戦闘機であるため問題はないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。カナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得に動き、対米型潜水艦を念頭に置いているらしいという情報をキャッチしたよ。日本の潜水艦は現地建造に弱いのがネックだよな。オーストラリアでの現地建造で一度落選している経緯があるし、フランスに取られたんだが、そのフランスは原子力潜水艦建造でアメリカとイギリスの後陣を排したらしい。今回は、カナダが日本の対米型潜水艦に注目する一方、攻撃型潜水艦は現地建造のため、防衛省は落選化について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本における防衛力の要と位置づけられているものの一つに、かつて防衛力整備計画に基づいて2023年3月に実現した潜水艦対22隻体制ということは、注目の一致する見解とされているよ。2024年、海上自衛隊の潜水艦隊を古い方から紹介してみると、親潮型8隻、双竜型12隻、
大芸型2隻で22隻体制となり、加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有し、運用しているんだ。海自はこの22隻潜水艦隊を最新の状態で維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造潜水艦を供給しているね。これによって建造能力やインフラ保持も確保されているというわけだ。言うまでもなく、海上自衛隊の潜水艦隊は全てが通常動力型の攻撃型潜水艦で構成されており、私兵装としては、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射艦から運用される兵器だぜ。こうした状況下、海自で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級の親潮型だけど、2000年平成12年3月に就役した3番艦渦潮で、今年で25年目の艦齢となるよ。海自の潜水艦が全て通常動力型攻撃型潜水艦というのは前述の通りだけど、機関部の構成は艦級ごとに改められていて、艦級と同様大きく3種類に分けられるみたい。一番古い親潮型はディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式で、世界の歴史上、潜水艦が海軍戦力として登場した1世紀以上前からある古典的な構成となるぜ。続く双流型は1番艦双流から10番艦の双流までの重積が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に、スターリング機関も備えるディーゼルエレクトリック方式で非対機依存推進方式だな。そして双流型11番艦欧流、12番艦東流、現在最新鋭の大芸型はディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリーと発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式を採用しているってわけだ。双流型11番艦欧流以後の機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式で、安全性に問題があると言われたリチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたということで注目を浴びているみたい。通常動力型攻撃型潜水艦の世界的な潮流でも、数年前までは非対機推進を採用することが必須感が強かったのですが、双流型11番艦欧流の収益を認識に変化が生じてきたとも感じられるよね。こういった海自の潜水艦の配備状況の中で、かつては双流型がオーストラリアのアタック級の後継艦として初めての海外輸出となる可能性が取り沙汰されたこともあったけど、成就しなかったんだ。オーストラリアはこの時、フランスのシュフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改修したものを採用することに決めたんだけど、イギリス、アメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたことはご存知の通りだよ。オーストラリアはオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を5隻程度調達し、以後はイギリスと新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し、取得する方向へと舵を切ったわけだな。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦のマーケットが今後は一気に原子力推進に傾くという見方も指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を熟考すると通常動力型攻撃型潜水艦の需要は残存していると言えるぜ。具体的には2023年の段階で通常動力型攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、オランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるよ。北米ではカナダも志向しているから、インドとカナダを除けば、広い海域を戦場とすることが考えにくい。つまり大陸国が主に費用対効果に優れる通常動力型攻撃型潜水艦の調達を希望しているように思われるね。インドの場合は広大なインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型攻撃型潜水艦を望んでいると見られ、この考え方は中国やロシアと似た運用方針ではないかと感じられるよな。カナダは地理的な位置を見ると、西に太平洋、東に大西洋、北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えていて、また NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接しているため、比較的恵まれた安全保障環境にあるとも言えそうだぜ。
現在のカナダは1980年代にイギリス海軍が最後の通常動力型攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受け、ビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているね。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦のサイズだけど、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルで、主兵装は艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっているよ。同艦はイギリス海軍において1990年から1993年にかけて就役したが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定をしたため、1993年から1994年にかけて退役し、カナダ海軍は2000年から2004年にかけて再就役したというわけだ。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではたった1から3年ほどしか運用されなかったため、貴重な新古品としてカナダ海軍が受け入れたという形だが、カナダ海軍では兵装の対艦ミサイルや機雷が除かれ、超魚雷だけで運用しているぜ。こうした兵装の省略からも推測すると、カナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務が主であると見られるんだけど、現時点ではイギリス海軍での就役から最大35年、カナダ海軍でも25年経過しているから、老朽化が進んでいると言えるんだよね。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置。2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP では、自国海軍の要求を満たす通常動力型攻撃型潜水艦の建造可能国をフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国そして日本と明かしているよ。CPSP が求める潜水艦の仕様を説明すると、1通常動力型に長期間の航行能力を持つ3北極海での運用できる4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応の4点だな。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻保有しているんだが、カナダは太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーするために最低でも8隻、最大12隻を調達する意向があると示唆しているらしい。報道によれば CPSP は、前述のフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本ともすでに交渉しており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているな。先に挙げたカナダが求める4つの潜水艦の仕様を見る限り、日本の太平型は全て要件に合致するという見方もあるようだ。しかし多数の潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、カナダが採用する潜水艦の自国内建造を要件に加えるとすれば、日本には残念ながら実績はないからね。となると日本は落選ということになりそう。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。